お二人ともありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは乙女座のあなたです。蓄えてきた知識や経験が役立つ予感。舞い込むチャンスは逃さず掴んでくださいね。ラッキーパーソンは有名人と同名の人です。3位の牡牛座の人は落ち着いて振る舞える日。持ち物は古い愛用品がいいですよ。7位の獅子座の人は自分を見つめ直す機会が。親友に不安を打ち明けてみてください。続いて9位の池田の人は先入観に振り回されそう。頭を揉みほぐし気分転換しましょう。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい、天秤座のあなたです。気まぐれで仲間に迷惑をかけるかも。事前にした約束は必ず守るよう行動してくださいね。でも大丈夫、そんな天秤座の月を回復させるラッキーメニューは照り焼きバーガーです。